なんかだいぶお互いに髪伸びましたね。伸びたね、髪伸ね。ばしてるんですか？そう、悩んでんのよ、今。ど髪こ伸まばで、そうか。どこまでいけるか。どこまで行くか。ショートボブにしてやろうか。新しいおう、な。ショートボブにしてやろうかと思ってるから。川島礼二さんが結構長いっすよね、ああ、確確かか。にね。長いイメージあるわ。そんくらい？ねえ、もう一時期ね、後ろを伸ばすぐらいまで伸ばしてたことあるけそうっど、すよね。娘も似合うからな、あ大ん地まさりん。ね、暑いしね、最近ね。でも僕いつも逆行しちゃうんですよね、季節に。なんかお去年お、も写真とか見返すと夏場すんげえ暑い、長いんですよ。確かに長かったかそも。うで、冬になってもめちゃくちゃ丸めるっつう短か、かったか短も。くするっていうのがねあるんでね。だから僕も今ちょっと伸ばす時期に入っ伸てばるそうかなって思ってん感だ、じ。そう、今ね。なんでなんだろうな、これ。でも分かるわ、その時期に逆行していく感じ。そう 抗っていっておねえ、りま抗すけっれどてっも、てる皆さんいか感がおじし過ごますしでね。しょう連か。休も終わったと。はい、ゴールデンウィークですか。ああ、でもまだ続いてる人は続いてんのか。金ああ、曜そうで日すね。有給取ればみたいな、最大10連休みたいな感じだもんね。はあ、だから日曜までがゴールデンウィークなのか、多長っ。分。本当にまるっと1週間、今そう。日すごいですね。まあもうゴールデンウィークを楽しむこともないですからね、我々はね。時間軸的にはね。多分ないから。そうね、10日もね、休めって言われてもね、何していいか分かんなくなっちゃうね。無理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 、死んじゃう。旅行とかもね、なかなか今行けないし。そうですね。まあね、4月から新社会人になった方とかね、まあ気持ち落ち着ける時期ではあると思うんだけど、こんだけ長い休みをもらっちゃうとね、この逆に行きたくねえなみたいな 5月病ですか？ねえ、なっちゃうかもしれないけれども。5月病って何ですか、そもそも。そう、よくわかんないんだよね。急に5月、まあその長期休暇とかなんかに入っちゃうと落ち込んだ気持ちになっちゃうみたいなことなへえ、の？落ち込んじゃうんだ。なんかみたいよ。だからこれを機に仕事に来なくなっちゃう人も中にはいるらしい。飛んじゃって。難そう、ノイローゼみたいになっちゃうんだ。まあ思ったより過酷だったりとかね、するみたいだけど、まあ頑張ってもらってね。まあ朝起きてね、仕事に行くだけでも天才ですから、皆さん。そうですね。緑がいっぱい出てくるんで、なんか浴びたらいいと思います。ねえ、光浴びて、そう、元気にやっていきましょはい。う。市川太一、鈴木亮太のミミッッククススアアッッププ。どうも、市川太一です。鈴木亮太です。この番組はお互いを高め合い、相互成長を目指し、ポジティブにアグレッシブに攻めていく発展型バラエティとなっております。はい。前回はなんかシチュエーションみたいなことやったんだよね。やり断まるしみた。たいなややつりましね。た、やりました。参考になった方もいるのかな。いないでしょなるでしょう。なるでしょう。プロテイン代わりに飲むでしょうっプロて。テインをね、勧めたりとかありそうましすたけけど、あど、とはね、イトーヨーカドーポッポ。いやー、あれはもうなんか盛り上がったというか、僕がただぶち上がっただけだったポッポよ、めやっちゃぱくり。ちゃ優秀なお店でしたね。そうですよ。だって本当ラーあのメンヨとカドーか。にはね、サーティワンもあるし、クレープも食べられるし、で2回行けばなんか蕎麦屋もあって、でその近くにゲームセンターあるから、僕はよく虫キングとか、虫キング、ナッツ、ドラゴンボールヒーローズとか、あったあった。とか、あとガンダムのやつもやってたし、結構カードゲームやってましたラけブ&ベリーね。ど。そう、今はね、だから何？プリパラとかそういうのでしょ？今そうだろうね。すごいですよ。移り変わりがね、ありますよ仮ね。面ライダーのやつとかもね。ああ、ガンありバまライす。ドもやってましたそう。ね。いや、夏、虫キング、夏。知ってる人いんのかな。さて、前回もね、タランドゥス大平田クワガタ。ギラバノコギリクワガタがね、200でね、ヘラクレスオオカブトと。やっぱいいんです、その話。レバスゾウカブト。現在ね、黄金りょうクたワくんをガタ。メインにする新コーナーを考案中で、今回早速、
試運転でやってみたいと、あ、なるほど、思ってますので、そちらお楽しみにしてください。それとね、あのコーナー化するかどうかともかく、こんなメールも募集してみたいと思います、はい。まずは、あなたの周りで流行っているものや、出来事、まあその世間一般に言う流行とかっていうのではなくても構わないと、うん、あ、どっちもいいですね。学校の中でこういうその話し方とか、なんか略し方とか、なんかこういう言葉が流行ってますよとかね、こういうものが流行ってますよとか、なるほど、そういうのでも全然構いません。とにかく、自分の周りで、今熱いものを、メールにしていただければと思います。教えてください、はい。そして、続いてこちらもね、よくわかんない、企画ではあるんですが、朗読してほしい手紙を、待っております。朗読ね、っていうのはね、昔好きだった人に送りたいと思って書いたけれども恥ずかしくて送れなかったりとか、まあ、あとは、まあ、そういったものですね、まあ、お母さんへの感謝の言葉とかでも全然構いません。うん、何でもいいですよ。そういったね、送るつもりだったもの、送れなかったものの手紙を、僕らが心を込めて読みますので、ちゃんと、はい、暗くなってスポットライトが当たるんでしょうね。朗読なんだから、うん、だから読まない人は当たんないが、暗転してるから、そうそうそう、感じですから、そんなね、手紙原文送ってください。はい、もしね許可が取れたら、昔いただいたラブレターとかでも全然構いません。あ、確かに取っておいてあるやつがね、見たね、甘酸っぱいやつがね、気になるんで、ぜひともよろしくお願いします。お手紙お待ちしております。お願いします。さて、今週も、兄弟番組の原神ブラザーズの2人から質問が届いております。今回の質問はですね、食べられそうな昆虫食、食べられそうな昆虫食ってありますかっていう。また虫の話してる。また虫、虫キングです。虫キングですか。ゲンは食うんでしょ、だって。ゲン君はなんかいいらしい。な、気に入ってるんでしょ。うん、なんか乗り気らしい。まああれは、しんちゃんは嫌らしい。成分的にはすごくいいので。まあなんか栄養素が高いみたいな感じ、あいつら意外とタンパク質なんですよね、うん、そうだから手軽に摂取できるからいいんですけど、うんうんうん、どうですか大志さんは。でも大志さんずっと言ってるもんね、余裕だと。余裕、まあそうだね。口に入れちゃえばね。一緒か、うん、口に入れて飲み込むことはできるよ。まあ味わう味わわないは置いておいてね。で、僕この間、別のラジオ番組、市川葵とやってるラジオ番組で、出てきたんです、昆虫食が。おう、そしたらね、バッタなんですけど、バッタね、開けたんですよ、うん、そしたら僕バッタと目が合ったんですよ。その瞬間にちょっと嫌かもって思っちゃいました。あ、意外と多分いけるなって思ってたんですけど、目が合うとダメですね。まあ、確かにね、うん、直面しちゃうとね、顔がってなりましたもん。え、食べたのそれは。あ、僕は結局食べなかったです。あ、食べれなかった。か、食べる企画ではなかった。あ、そうなんだ、こういうのがありますよみたいな。そう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 、そうかそうか。なんかカブトムシとかタガメとかは美味しくないみたいなのは聞くね。そうですね、そのなんか甲虫というか、その住んでる場所の味がするんじゃないですかね。なんか水とかね、土というかね、香りがね、あるみたいなんで、だからちょっと無理かも。ちょっと本当は無理かも。タランチュラとかもね、あったりとかするけれども、結構毛とか生えてるから嫌だよね。そうっすね、そういう意味ではね。まあ本当になんか、一般的な料理になるものだったらまあいけるかも。まあそうね、イナゴとかハチノコとか、うん、そういうのだったら食べられるかも。食べたことあるしな、実際僕は。あ、そうですか、うん、全然美味しくいただけましたよ。あ、まあそんな感じですかね。はい、うん、また向こうの番組では食べるんですかね。企画化してあげてください。これリサーチしたところでね、うん、僕らは多分まあ縁遠いかなっていう感じではあるんですけどね。はい、コンセプトがちょっと、違うんだよね。まあ、ね、タンパク質うんぬんつったから、ま、ワンチャンあるのかな。やだで、早速、りょうたくんのコーナーもありますんで始めてまいります。はい、ミックスアップ今回もよろしく。市川太一、鈴木陽太のミックスアップ、メールを読むコーナー。はい、そのままメールを読むコーナーです。メール採用者にはステッカープレゼントしております。はい、まあ、早速紹介していきましょう。
卵はだし巻きさんです。はい、いただきます。はい、こんにちはっぱ、はい、第41回見ました。ありがとう。市川さんは言ってる内容はともかくあざと可愛さが爆発していましたし、うん、鈴木さんはさすがの筋肉でした。特にパンのくだりは今度使ってみようと思いました。はい、パンのくだりね。何でしたっけ。なんかあのプロテイン、プロテイン、あ違う、あのたん、なんだ、チキンを食べればいいんじゃないですかみたいなやつね。パン買ってこいよのやつ。パン買ってこいよでチキン食べればいいんじゃないですかってなんだ。なんかあの栄養と対応になってないんだ、ね。てかパン買ってこいよって言われるシチュエーションがあるってことかな。確かに、うん、参考になるってことはね。今度使ってみようと思いましたということは毎回走られてんの、うん、ジャイアニズムの人がいるんだな、ね、マジか、うん、だし巻きなんだからだし巻きあげれば舐められてるかもしれないね、甘いから、うん。続いて大井綾鷹さんです。はい、市川さん、鈴木さん、こんにちはっぱ、はい、こんにちはっぱ、先日健康診断に行ってきました。わ、身長も伸び体重も減ってウエストも細くなっていたので良かったです。いいな。私は採血の時に注射器が腕に刺さるのをガン見してしまいます。小学校くらいになる、小学生くらいの頃に注射するところを見ていたら看護師さんに見ちゃダメだよと手で顔を押されたことがあります。押されたのなんでつって市川さんと鈴木さんは注射するとき見る派ですか見ない派ですか。見る派です。うん、僕も見る派だな。見る派。俺ちっちゃい時好きだったんですよね、うん、注射逆に。強い、自分強いって思えるし。あ、周りの子が泣いてるとね。あ、確かにね、偉いよね、泣かないの、ね。健康診断だって言ってます？言ってない。そろそろ行かないとまずいよ。タイさんなんか。ひょっとしたらなんかでもおい。だってそろそろですよ。まあ、そうだね。そろそろ30歳だから。間違いない。でも行った方がいいよね。早期発見が大事ですよ。なんかいろいろね出たりとかするからね。そう早めに言っといた方がいいと思うんだけど。すごいね、身長伸びるって。なんかたまにいますよね。うん。なんでなんだろう。な、猫背とかが矯正されてとかもあるんだろうね。きっとね。体重も減ってウエストも下がって、うん。すごいね。なんかあのねネズミ子の子みたいな。私はこれをしたらみたいな。身長伸びて、お金もなんかたくさん入って彼女もできましたみたいな。注射でもしばらくしてないか。うん、僕もね割と頻繁にやってたから、うん、見ちゃうな。どんぐらい抜かれてんのかなとかね、ちゃんと抜けてんのかなとかって見ちゃうけどね。あとね、刺さりにくい人もいますからね。ね、なかなか血管見当たらんつって、ね、トン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 ってめっちゃ叩かれたりとか ねするけれどもね。うん、いや健康診断行かないといけないな。そうそうな、番組とかでもやってくんないからな。悪い結果出たら見せようがないからね怖いもんね、うん。ということで、以上でございます。はい、疑問質問耳寄り情報などどんどん送ってください。メールアドレスは mix@secondshot.jp です。たくさんのメールをお待ちしております。以上、メールを読むコーナーでした。市川大地、鈴木亮太のミックスアップ。お試しコーナー、鈴木亮太のパーフェクトクイズ。火の玉、はい。現在新コーナーを考案中のミックスアップ、はい。今回は候補の一つとして亮太くんが脳トレ問題にチャレンジするクイズ企画をお届けいたします。いいですね。まあ、早い話がね、謎謎でございます。謎謎、うん。今出されるクイズ5問に亮太くんが回答いたします。見事に全問正解パーフェクトを達成できたら、亮太くんから視聴者の皆様にパーフェクトなドヤ顔をプレゼントいたします。彼もそんな別にドヤ顔するタイプではないですけどね。ですね。まあわかるかな、みんな。パーフェクトね、伝わるかな。はい、佐々木朗希くんです。言っちゃったね。13奪三振、ね、やばいよ彼は。もう何あのフォーク、みんな振ってるよ。えぐいって。すごいよ。
ねえ、ストレートも160キロ出ますからね。出ますね、163まで出てるかな。あの緩急で変化球投げられたらもうたまったもんじゃないですからね。まあ、あと5年で体作ってもらって、70キロ目指していただきたい。まだちょっとね、体細いですからね。ということで、僕は、りょうたくんをね、パーフェクトに導くために、女房役として、まあ、キャッチャーですね。キャッチャー、松川さん。ヒント出したり、まあ、サイン出したり。カツ入れたりしますんで、時にはピッチャーの頭も叩いてくれますか。そうですね、しっかりしろと。安倍さんみたいに。それは違うからね。しんのすけじゃないですからね、ジャイアンツだからね。じゃあ早速始めていきましょう。第1問こちら、空から降ってくる動物ってなんだ。なんだ、なんかシンプルな問題ですね。まあ、ヒョウです。ヒョウ。お、正解です。ピンブーが、ピンブーが手元にありません。シマちゃん、ピンブーがね、答えはヒョウでございますね。ヒョウ。何今の。ヒョウってなんですか。あれね、あの天候のヒョウってこと。そう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 、そうだからね、あの今あ雨雪って考えてたら時間かかっちゃいました。あ、なるほどね、はい、晴れとかね、これはこんな感じですかね、はい、難易度的には三振ですね今のは。まあ一人目軽く落としましたね、はい、見逃し三振でしたね今のね。よし、続いての問題こちらです。どうぞ。生まれてるのに生まれてないものってなんだ。哲学みたいなこと言ったな。本当です、シンキングタイムスタート。何を言ってるんだよこれは。生まれてるのに生まれてないもの。なるほどね、はいはいはい。え、難しいんですかこれ。いつものやつですね。あ、いつものやつ。ちょっと考えればなるほどなってなるね。とりあえず何個か両宅に出してもらって、パッと思いついたもの。固まっちゃったね、りょうたくんね。生まれてるのに生まれてないもの。生まれてないもの、特に読み方には意味はない。なんだよ、この現象に意味があるね。現象、生まれてるのに生まれてないっていう現象に意味があるね。え、だから赤ん坊を想像すればいいですか。あー、赤ん坊ね。赤ん坊ではないかな。赤ん坊であるけど赤ん坊ではないかな。概念的なものなのかな。じゃあ、あのね、発想は近いから。残り30秒。生まれるものではあるんですね。生まれるものだし、生まれてない、ね、これから生まれていくものでもある。これから生まれていく。生まれる、だから言葉、だから言葉遊びなんで多分。あ、生まれるって言うんだよ。あ、多分ね。生まれたってなるけど、これからもうワンテイクあるみたいな。僕の新ギャグ。生まれてるけど生まれない。え、これね、正解言っていいですか。正解は卵。卵生まれるじゃん、はい、そっから先に帰るじゃん。何、面白くないもの。全然いつものやつだから。全然すっきりしない。いつものやつ。こんなのじゃないよ私が求めてるやつは。もうやだ。早速ちょっとポテンヒット出ちゃいましたけど。よくわかんないもん。だって。まあね、まだまだその。もうダメだったんですけど。パーフェクトは残ってますから。もう打たれたんですけど。あの完全試合はなくなったけど、はい、パーフェクトは残ってるんで。あ、本当ですか。0点はできる、ね。あ、0点はある。はい、じゃあ。続いての問題いきましょう。こちら、すぐ近くにある台所用品ってなんだ。なんだよ、なんなんだよ、もうこれもくだらんわ。正直言ってもうすぐ出てくるよ。スタート。台所用品だから、まな板とか包丁とかそういうやつでしょ。まあ、だいたいキッチン周りに置いてあるもんよね。キッチン周りに置いてあるもん、もんよね。すぐ近く、近く、ほんと近くよ。
ほんと近く、ほんと近く、あ、いらんヒントかもしれん、これは。ひょっとしたら台所用品、そば、そば、あーでもその発想近い、そういうことでしょ、うん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 、言い換えでしょ、うんうん、近くの、うん、近くは他になんていう、いろいろあるね、言い方は。近く、まあ、あとはその用品から洗い出すのもありね。うん、近くってなんて言うんだ、あと他に。いいよ、ここまで来てるよ。近くって何、うん、近くを言い換えたい、うん、言い換えたいけど語彙力ない、どうしよう。生まれてるけど生まれてないものだよ。今卵近く、もうほら周りが、うん、周りを、うん、周りを、うん、マリオ、マリオ。え？ほら残り30秒。え？周りを、周りを、周りを何？今どこにいる？待ち合わせの時に使わないかな。え？そばしか出てこん。終わっちゃった。正解は付近です。はあ。付近って言わないわ。まるまる付近、まるまる付近にいるよとかね。なるほどね。やばいやばい。ランナー2人たまりましたね。一塁二塁だ。今のはでもフォアボールかな。フォアボールだね。あ、決めきれなかったね。ツーストライクまで追い込んだけどね。付近ね。フォーク外れちゃったね。あー気持ちよくない。うわー畜生。得点圏に塁を置いてしまいましたけれどもね。まだまだあと2問残ってます。大谷なら溜まってる方が強いのにな。対ピンチ丸ついてるかな、亮太くんにはね。はい。じゃあ行きましょう。続いての問題こちら。怪我をせず不調にもならない骨って。なんだ読み方これもね、もうこれも、はあ、これも今までの傾向を洗えばもう出てきます。お、はい、スタート。骨だね。骨とつくものなのかな。怪我もせず不調にもならない骨。元気ですね。おお。なんだ。いいよ。元気ですね。おお、そこまで来たね。ツーストライク。元気なのか。おお。元気。え？ここからの配球がもうどうする。問題ではあるんだけどね。もう出かかってるっちゃ出かかってんのよ。答え知ってる側からしたら。マジっすか、うん、元気だよ、すぐそこまで来てる。え、うん、元気ってのはどういうことなの。元気、うん、どういう状態を言うの、それ。え、どういう状態。元気は元気でしょ。元気元気、うん、この状態じゃないと元気って言えないよねっていう。この状態じゃないと元気って言えない、うん、あ、絶好調ってことですか。あー、ちょっとはい、ワンボール。キャッチャーのリードも悪いんじゃないのこれ。いやいや、もうグラブ構えてんのよこっちは。怪我不調の状態を考えた方がいいかもね、逆に。元気を言い換えるとって結局ね、うん、ことではあるんだけど。で、あと骨から洗ってもいいよ。うん、亮太くんの知ってる骨から。元気そうねっているでしょ、骨の部位詳しいでしょ、トレーニングしてる。あ、骨の部位の方なんだ。終わっちゃった。肩元気だっつってんだろ。なんだよ。毎朝チェックしてるんじゃないの今は。チェック。ああ。
状態を。健康。おお、すなわち。ああ、肩甲骨か。そうです。ああ、おもんない。ちくしょう。もう本当にね、追い込んでんのよ。さっきから。キャッチャーからしたらね、もうここ投げてくれれば。もうお前の球なら絶対に振られてもう大丈夫なんだけどねえ。あ、ちょっとやばい、満塁だ。満塁です。おお、9回裏、9回裏一打逆転チャンス、相手からしたらね。じゃあ最後の問題いきますよ。はい、はい、1年のうち31日ある月は全部で7個では、30日ある月は何個？スタート。あー、OK、これもね、4。あ、いや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 、考えて、この問題の傾向を考えて。こいつら姑息よ、意外と。31日ある月は、これは間違いないのよ。31日ある月は全部で7個。30日ある月。ああ。え？30日あるってことは、うん、31も入るのか。え？そういうことじゃないの？まあ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 、まあ、間違ってないよ。それは合ってる合ってる。え？合ってるよ。11。正解。なんか思んない。違うんだよ。正解は11個。だから2月以外は30日あるってことね。2月は28日29日までしかありませんよと。違うよ。違うよ。ということで、なんとか試合には勝ちました。パーフェクトまではいかなかったね。うん、5問中2問正解。俺がやりたい脳トレってこれじゃないんだよ。東大王とかに出てくるようなね。そうだし、やつよね。なんだよ、伏線あんねや。試合には勝ったけど、内容には全然満足してない。内容悪かったな。ちょっとね、全然ストライク入んなかったな。プロらしい。試合結果になりましたけれどもね、はい、こんな感じで、やっていこうと思うんですけどもね、はい、感想あったらメールなり、YouTube のコメントで、教えてください。そうですね、皆さんからなぞなぞ募集してもらうね。ああ、そういうのもありだ ね、 出題してもらうのもありかもしれない。うん、うん、おもんないってなっちゃうから。言うからな、視聴者のメールでも。そうそう、それいいね。この問題はどうでしたか。おもんない、おもんないいただきましたみたいな、ね、判定をする。おもろいいただきましたみたいな、ね、おもろいいただいた人にはおもろいステッカーをね、プレゼントします。おもろい。そういうのもありかもしれないね。ちょっと練っていきたいと思います。はい、以上、鈴木亮太のパーフェクトクイズでした。市川太一、鈴木亮太のミックスアップ。市川太一、鈴木亮太のミックスアップ、そろそろお別れのお時間です。はい、この番組ではメールを募集中です。そうです、普通オーター。オープニングでのトークテーマ、迷った時の市川太一宛てのライトな相談、ライトなやつね、頭が作業のアニメ業界あるある、俺たちのグローアップでの企画、そして、まあ、亮太くんに、答えてもらいたいクイズね、もしありましたら送ってください。そしてね、オープニングでも話しました、あなたの周りで流行っているものやこと、朗読してほしい手紙、こちらもお持ちしております。怖えな。そしてこの番組のアフタートークがニコニコ動画セカンドちょっとチャンネルで公開されてます。はい、こちら会員限定ですので、番組支援の意味も含めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあね、新コーナーやってまいりましたけど、どうでしたか。だから思んないから。いや、なんかね、クイズにも種類があるんですよ。うん、その考え方、使ってる多分頭の、そうだね、そうそう、種類があるから、うん、僕はあんまり向いてないタイプの。でもなんかね、その考え方のロジックがさ、うん、僕だからもう結構ギリギリまで行って出ないからさ、気持ちよくないんですよ。うん、多分これで何のロジックもわからないからダメだっただと、うん、
まあ難しい問題だったらそうだね、そうもなるし、うん、全く解けなかったらね、そうで、その論理的な思考で導き出せるものはすごい気持ちいいんだけど、だからもうこの謎謎、うん、もう気持ち悪いんですよずっとずっとここまで来てんのにな、ここまで来てんのにみたいな、あだから難しかったなって、ね、なるほどねとかってなった方がね、そうカタルシスがあった方がいいと、やっぱりね、でそういうやつ皆さんもお待ちしてます割とね具体的に今出ましたからね、はい、そういうのがあるといいなって思いますけれどもね、うん、いいですね、まあそして、今週も原神ブラザーズの2人に質問考えていきたいと思うんですけれども、はいはいはい、まあそうですね、うん、どうしようかね、まあ、せっかくね手紙のね募集もありますし ね、 ね、手紙といえば、うん、ラブレター、ラブレター、ラブレター書いたこともらったことある、ラブレターの思い出を教えてください。そうだね、じゃあラブレターにまつわる思い出を、今回はお二人に聞こうと思いますので、なければ卵の話で大丈夫ですそうだね、はい、虫キングの好きだった昆虫とかもね、どんな答えをするのか、原神ブラザーズの配信の方もチェックしてみてください、はい、そして次回は5月20日20日金曜日の20時を公開、予定としております、はい、はい、以上でございます。今回はここまで、お相手は市川太一と鈴木亮太でした。バイバイ。